味覚シダの動画始まるよ。はい、どうも。それではちょっとね、さっき動画見てもらったと思うんですけど、まあ、脇芽が気づいたらこっから出てきてる感じでした。で、多分ちょっと肥料を入れすぎたのか、一気にビャーって出てきて気づきました。もう全然気づいてなくて、ちょうどね、この貯水葉がポコってもともとしてたんで、ポコッとしてるだけやと思い込んでたら中におったっていうので、ちょっとこの子がすごくえらいことになってます。なので、とりあえず多分こう見えると思うんですけど、このこんな感じになってます。なんか成長、こっちの成長点のすぐ横って感じですね。かなりちょっとテンパりそうですね。これはこれを取るのに、もしかしたらこっち痛めてしまう可能性もあるかなと今思って、ちょっと不安です。これがもう落ちそうですね。これ、あ、落ちた。すごい。この子は何だっけ、チョムブーンです。チョムブーン。それではやっていくぞ。とりあえずここ露出させたいので、もうこの貯水をほぼ役立てないと思うので、とりあえずちょっとずつ切っていきます。硬いな。ちょっと今回は動画撮りながらやるのやめようかなと思ったんですよ。必死になると思ったんで。でも一応まあ何かの参考になればいいなと思ったので、ちょっと動画にしてみました。なのでその代わり僕テンパっていろんなこと言うかもしれないですけど、いつもよりはい、堪忍してください。はい、こんな感じになってます。ちょっとスポンジ状になってます。こんな感じか。やっぱ脇芽かな。脇芽か成長点が横にずれたのかな。どうやねんやろ。もうちょっと細かく分解していきたいと思います。なんか切りやすいやつないかな。この場合はこっちの方がいいかも。ギャン。おお、こんな感じですよ。難易度高尾ですね。難易度高尾でございます。よいしょ、どうしようかな。こっちまで切っちゃおう。切らんでもいっちゃええけど、まあ、切ろうかな。でもどうしてもこれ形、今後生えてくる貯水葉が残しとったら変にこうボコって膨らみそうなんで、この際ちょっとこういういびつなところも切っちゃっときます。もうよいしょ。今日は平日です。平日の、今11時半です、夜の結局さっきの動画は日曜日、祝日に撮ってたんですけど、なかなかできなかったので、ちょっと平日に持ち越しちゃって、ね、よいしょ。他の動画を撮影してたら遅くなってしまい、はい、どうしようかなって感じかな。でも成長点が、ま、わかるかな。これな。こっちがいつもの成長点やろ。ほんでこっちがほんまやっぱ脇芽かな。多分貯水用の出てる裏からぴょこって出たんかな。何やろ。背が成長点がもう一個もともとあったのか。ちょっとわからんな。ただこれもなんか変な葉っぱで、成長点が何個もあるのかもしれへんし、脇芽なんかな。ちょっとどうしようかなって感じやな。こう切って。
たらこれのこのこれ潰す勢いでいかなあかんかな。ね、こっちもでもだいぶかっこよく育ってきたんでこれ潰したくないし、やっぱりこの本家を優先させようかな。この子らはとりあえずどう取ろう。めっちゃむずいな。ちょっと考えます。考え中。潰した方がええんかな、けどかわいそうな気もするしな。ちょっと葉っぱ出てる時一瞬えっと思って見たらビヨーンってこんなんなってたし、なんかでもこれっぽい葉じゃなく、あんまり火に当たらんかったからこういう変な細さなんかも知れへんねんけど、なんか嫌やな。ここがちぎる、ちぎればこのこ本家は救えるな。どうしよっかな。待って、もうちょい貯水を攻めます。なんかノコギリみたいじゃないか。これどうやろ、ダンボールカッター。お、いいやん、いいやん、ダンボールカッター。なんかダンボール切る用のカッターらしい。フロムダイソーです。ほら、お、なんかいっぱいおんな。なんか、うん、これうわ、やっぱ脇芽やな。やっぱりこの根元見ていたらこの成長点がこう来たらこうボボボボボボって生えてる横からこう出て出てたん出てたんで、多分そうやな、キメさんですよね。やっぱりこれの根っこを取るってことはこっちまで行っちゃうんで、もうこの子ごと取っちゃいます。こう斜めにこれをこう切っても根、多分同じ根っこ経由してそうやから悩むな。このまま育てるか、それかでもブサイクな、絶対これがまたこうなもんな。いつかその時が来るはずやから、こんな感じなんですよね。やっぱりもう完全ここなんかもう このここから出てるからごめんやけど切らしてもらう。このやり方はちょっと正しいかどうかほんま分かんないです。僕とりあえず親の方をやっぱ許せんしたいんでごめんやけど切る、うん、わお、根っこあるな。ちょっとまあちょっと根っこあるんで、水苔にぶっ刺してちょっと過失気味で管理してみようかな。ただこれも成長点何個か2つあるんかな、2つ分けにした方がいいのか。とりあえずこの、あ、分かれるわ、やっぱりほらこんな感じでこれや。どうやろうか、育つんかどうか。ほらやっぱりね、このこれが貯水用で、でここ成長点いっぱいあって、もっと見たら成長点がまあこう葉っぱに変わっていくから、それのやっぱその根元からここにいっぱいおったんで、反対おらんよな、反対おったらもう困んねん、マジで。なんかここちょっと怪しいのあるんですけど、この潰すんどう思うの、もしかしてちゃんと知らずかもしれへんし、ちょっと分かれへんねんな、そこら辺の判断がまだ僕の経験じゃちょっと分からないんで、とりあえずこっちはもう様子見ときます。ここからこの上は成長点やってますけど、この横の脇芽、まあ脇芽やと思うんですけど、まあ、後でもうちょっとのなんかおかしいな思ったら切ると思いますけど、とりあえずこれはこのままいこうかな。ちょっとこれで多分親株にはダメージはないと思うんですけど、ちょっと本当わからんことだらけやったんで、ちょっとこんな感じでとりあえずいきます。とりあえずこれで何もなかった人形の親株がこれ結構気に入ってて、かっこよくないですか、自分で言うのもないけど。こうしてこれ使います。これに水苔詰めてたっぷりめにしてぶっ刺しで管理しようかな。水苔はそんなにいらない、こんな感じにして、でこれの周りにぐるっと巻こうか。ほぼ根っこないんでどうなるか分かんないですけど、よいしょ、こうやってくるくる巻いとこう。軽く成長点は出すようにしてくるくる巻いてぶっ刺し管理にしようかな。よいしょ、ちょっと入れにくいのでこうしてこう、これとよいしょ、こっちがこれもどれぐらいかな、よいしょ、こうしよう。減らしてもええかなとはちょっと思うな。1本減らせたのこっち。
多分根っこ少なったら、そこまで吸い上げへんような気もするので、うん、ちょ今年は YouTube の動画も多く撮っていけたらなとは思ってるんですけど、こうトライアンドエラーというか、ね、なんかできたらいいなと思ってます。これでよいしょ、でちょっと活力 HB101 入れようかな。 HB が入れて、よいしょ、はい、入れまして、んでこれだけやったら乾燥気味になるんで加湿管理したいので、こうやる、どうしようか、これでテープ止めようかな、こうやって、うん、しましょう。これでちょっと加湿気味で管理して、ちょっと根っこを生えるのを促進することを願ってちょっと管理したいと思います。まあダメ元ですけど、すっごい曲がるんですね、やっぱりちゃんと火当たらんから。とりあえずこんな感じで、2つ管理していきたいと思います。でこの子のね、またどうなっていくか、もう無事にちゃんと育っていくのかっていうのを動画かブログにしたいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。さようなら。グッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。